これより第7試合セミファイナルムエタイスーパーファイト提供試合55キロ 56.5 キロ契約3分グラウンドを行います。赤コーナー、キングムエ所属、プロムエタイ協会フライ級王者、 WPMF 世界フライ級王者、トゥルーフォーユースーパーフライ級バンタム級2階級王者、怪盗ウォーワンチャリアウトは古村チーム所属、佐賀の暴れ馬古村ヒカル、なおこの試合はムエタイスーパーファイトルールにて行われ、怪盗ウォーワンチャイ選手55キロ契約、古村選手56.5キロ契約のウェイトハンドキャップマッチとして行われます。ラウンド1残り時間30秒。
第1ラウンド終了。セコンダー、セコンダー。ラウンド残り時間30秒。セコンダー、セコンダー。
ラウンド3。チョップ。Thank you.
セコンダー。セコンダー。ラウンド5。ラストラウンド。Thank you.
残り時間30秒。採点の結果をお伝えいたします。ジャッジ岡本50対47、赤福田、ジャッジ三笠田50対48、赤福田、ジャッジ篠原50対47、赤福田。以上3対0をもちまして勝者赤コーナー解答もうワンチャイ。勝ちました海藤ウォーマンチャイ選手には勝利者トロフィーが、鶴義弘様、プレゼンテーターは鶴義弘様より勝利者トロフィーが贈られます。はい、どうぞ。よしひろ様より勝利者トロフィーが渡されました。続きまして勝利者賞が横井様、中島様より贈られます。さらに東桜パクチー様より、勝利者賞が贈られます。さらに朝日飲料株式会社様より勝利者賞が贈られました。それでは、まずは記念撮影を行います。その後、ウォーマンチャイ選手に一言いただきます。はい、それでは一言お願いいたします。ラウンド戦っての感想をお聞かせください。皆様、応援ありがとうございました。もっといいパフォーマンスをお見せする予定だったんですけど、不甲斐ない試合ですみません。それと、試合1週間前に関わらず、オファーを受けていただいた古村光選手、本当にありがとうございました。コロナ禍が続いてますが、また、新しい株が出てきたりと、先通しがこう見えづらい世の中ですが、皆様、どうか、僕らの格闘家の試合を見て、元気になっていただいたらいいなと思って試合をしています。また今後とも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。見事3回戦で勝利いたしました海藤ウォーマンチャイ選手でした。今一度大きな拍手をお願いいたします。